皆さんこんにちは。今回は韓国の人気ボーイズグループ ENHYPEN と TWICE について、人気度や関係性についてまとめていきます。ぜひ最後までご視聴ください。人気のある両グループなだけに、 ENHYPEN と TWICE どっちが人気と気になる方も多いのではないでしょうか。まずは ENHYPEN と TWICE のデビュー日や所属事務所、メンバー等を紹介していきます。 ENHYPEN と TWICE のデビュー日はそれぞれ、 ENHYPEN 2020年11月30日、 TWICE 2019年3月4日です。デビューは ENHYPEN よりも TWICE の方が少し早いですね。次に所属事務所を見ていきましょう。 ENHYPEN ビリーフラボ、 TWICE ビッグヒットミュージック。 TWICE の所属事務所には BTS も所属していて、 TWICE は BTS の弟分とも言われています。ENHYPEN も TWICE も HYBE 所属ではありますが、直属の事務所は違うのですね。ENHYPEN は多国籍メンバー7人から構成される男性アイドルグループで、グループ名はよく ENAP と略されます。メンバーの出身国や生年月日は次の通りです。ヒスン韓国2001年10月15日、 J アメリカ2002年4月20日、 JAKE オーストラリア2002年11月15日、ソンフン韓国2002年12月8日、ソヌ韓国2003年6月24日、ジョンウォン韓国2004年2月9日、ニキン日本2005年12月9日。また TWICE は韓国人4人とアメリカ人1人の5人組男性アイドルグループです。 TOMORROW BY TOGETHER の略で TWICE と呼ばれています。メンバーの出身国や生年月日は次の通りです。ヨンジュン韓国1999年9月13日、スビン韓国2000年12月5日、ゴムギュ韓国2001年3月13日、テヒョン韓国2002年2月5日、ヒュニンカイアメリカ2002年8月14日。次に ENHYPEN と TWICE の公式インスタグラムのフォロワー数を比較していきます。 ENHYPEN 1153万人、 TWICE 1336万人、インスタのフォロワー数は200万人ほど TWICE の方が多いことが分かりました。続いて公式 Twitter のフォロワー数を比較します。 ENHYPEN 620万人、2020年8月開設。 TWICE 1050万人、2019年1月開設。 Twitter のフォロワー数も ENHYPEN より TWICE の方が多いですね。 TWICE は少しデビューが早いので SNS のフォロワー数が多いのかもしれません。本国韓国では第4世代でトップと言われるほど TWICE が圧倒的人気を誇っていました。しかし TWICE が2024年4月1日に発売した6ミニアルバム「ミニソデ3トゥモロー」では、その初週売り上げは1496960枚でした。前作は10月に発売サードフルアルバム「名前のショー」「フリーフォール」、その初動は225万枚、今作はそれを大幅マイナス75万枚に下回りました。これまで3作連続で前作超えを達成していましたが、新譜は200万枚割れ、前作割れを記録しています。このことから TWICE の人気が落ちていることがうかがえます。逆に ENHYPEN は2024年7月12日に発売したセカンドフルアルバム「ロマンス&ルード」でハントチャート加盟店での発売日から1週間の初動売上が自己最高の234万4749枚に達しました。ついに ENHYPEN がハント初動に関しては TWICE を超えました。 ENHYPEN が今作で自己最高のハント初動を達成できた背景には、年初からワールドツアーでアジア、アメリカ、日本で公演を成功させていたことや、曲調もかつての暗いものから明るいロマンスものに変わったことがファン数増加に寄与したと思われます。兄弟的関係性の TWICE と ENHYPEN、 ENHYPEN のリーダーヒスンは TWICE のデビュー候補生だったことは有名ですよね。そこでヒスンと TWICE の現在の関係性を見ていきたいと思います。2001年生まれのヒスンから見て、2002年生まれのヒュニンカイとテヒョンは弟、ゴムギュとは同い年で、2000年生まれのスビンと1999年生まれのヨンジュンの2人はヒスンよりお兄さんにあたります。つまりヒスンが TWICE のメンバーだったら、年齢だと下から3番目になるので、 ENHYPEN でいうソヌのポジションになります。ヒスンギリマン狙いなんです。それはそれで見てみたいとは思いますが、なんかイメージ違いますね。実はデビューしてからヒスンがよそよそしくなっていたといいます。 TWICE のとある日の V ライブ、 ENHYPEN の話題になり、スビンが僕ヒスンと練習生の時たくさん話したけど、最近ヒスンと僕すごいぎこちなくなったとつぶやきます。スビン曰く、
エレベーターに2人で乗っていた時のこと。キスンが嬉しそうにスビンの方見て、お、ヒョン、なんでそんなにかっこよくなったんですか、と声をかけたそうです。するとスビンも、おからヒスナから、と返事をしたのですが、その後10秒の静寂が訪れたそうです。キスンがロールモデルにしているヨンジュ先輩も、僕もぎこちないのが、もともとそんな感じじゃないのに、急に90度のお辞儀で、ヒョン、アニョハセヨ、ってされる、とよそよそしくするヒスンの話に、テヒョンは爆笑していました。もともと仲良くしていたのにデビューしてから、先輩後輩の関係性になってしまったらしいです。デビュー前に練習生として切磋琢磨した仲間が、先にデビューをしてしまったヒスン。当時の気持ちを考えると、やるせなくなりますね。一時不仲説も噂されていましたが、ヒスンがデビューできると決まった時、トゥバメンバーは祝福の言葉を送っています。スビンはヒスンのことを一緒に練習していたメンバーで、一生懸命で優しくて良い弟なので情も湧くし応援したいですと話し、ヨンジュンはここまで来ることにどれぐらいの苦労があるのかも、一緒に練習してきたのでよく知っています、本当にお疲れ様でした、おめでとうございますと言葉にしました。また他のメンバーでもエンハイプンリーダーのジョンウォンとトゥバのテヒョンはとても仲良しで、可愛くて思わず笑ってしまうエピソードがいくつもあります。まず一つ目は2021年6月30日のこと。テヒョンがハイブの作業室らしきところで個人 V ライブをしていました。するといきなりガチャと作業室のドアを開ける音が、まだ画面には映ってはいませんが、ジョンウォンが作業室に入ってきた音のようです。テヒョンがジョンウォンに、ジョンウォンに今 V ライブに出てもいい、顔の状態は大丈夫、自信あると確認しました。ジョンウォンがはいと返事をすると、テヒョンはじゃあおいで、ファンの方に挨拶して、ヒョン V ライブしてたんだと手招きします。そしてここで画面にジョンウォンが登場。話によるとジョンウォンはここ作業室に来るまでレコーディングをしていたとのことです。テヒョンが V ライブをしているとは知らず練習しようとやってきたそうです。そんなジョンウォンに大丈夫だよ、また来たかったら来ていいんだよと優しく声をかけるテヒョン。短い時間でしたが、テヒョンとジョンウォンの絡みが見られたこと、そしてトゥバではマンネラインであるテヒョンがヒョン、お兄さんしている姿が見られたことで、ファンの間で非常に話題になりました。2つ目は2022年某日リフェスタのグッズショップにやってきたトゥバ。ここではいろんなアイドルグループの写真やファイルなど様々なグッズが販売されているようです。トゥバメンバーたちが先輩や仲の良い友達アイドルの写真を手に取る中、テヒョンはじゃあ僕は僕の子ジョンウォンにと、ジョンウォンの写真を嬉しそうに選びました。ジョンウォンへの愛が感じられますよね。3つ目は2022年5月トゥバの公式 TikTok にてテヒョンとジョンウォンの GBGB チャレンジの動画がアップされたことです。 GBGB チャレンジとはトゥバメンバーとゲストアイドルがトゥバのグッドボーイゴーンバットを一緒に踊る企画です。動画の最後にはなんとテヒョンがジョンウォンの頭にキスポッポ。このテヒョンのストレートな愛情表現には多くのファンが驚かされることになりました。このポッポについてテヒョンはジョンウォンがとても愛おしくて大事な弟だから、僕は弟が初めてだからと語っていました。本当にジョンウォンを溺愛している様子が伝わってきますよね。4つ目は2022年開催されたハイブ野遊会、通称ハイブ運動会。ハイブに所属するアイドルたちが集まり、野外でゲームをして遊びつつ交流を深めようという企画です。トゥバとエンハイプンもこのハイブ野遊会に参加しており、グループを超えた交流を楽しんでいました。テヒョンとジョンウォンに関しても、テヒョンがジョンウォンと肩を組んだり、クイズに正解したジョンウォンを称賛したり、テヒョンからジョンウォンへの愛がさらに激しくなってきているようです。いかがでしたでしょうか。今回はエンハイプンとトゥバについて、売り上げをもとに人気度やメンバーの関係性について紹介していきました。今後もメンバーの関係性や活躍から目が離せませんね。エンハイプンもトゥバもこれからの活躍に期待して応援していこうと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。